Hello，大家好，我是镜子。那今天我们要来玩《安的羁绊故事》，这个是意外に気が合う二人。我想想一下要怎么翻译啊？这个应该算是，应该可以翻作情投意合，好像也不太对哦。就是很配得来，合得来啊！对对对，意外很，就是很。就是蛮意外的，很合得来的两个人，就对了。然后我们开始看看吧。ありつも見かけも急に用事があるってと言い出して、せっかくの休みだったのにさ。別にいいし、たまにはのんびり一人で買い物を楽しむよ。一人で買い物を楽しむから。あ、あそこの服かわいい。本日入校？ラッキー。先に買って二人に自慢してやろう。でもこの色ならウサギの方が似合うそう。やっぱり一人で買い物してても張り合いないな。ん？あそこにいるのは？どっちがいいかな？よくわからないな。あんた、何してるの？こんなところで。アンさん？キャって。あんた、本当に、中身まで女子だな。だって、いきなり声をかけるから。それで、こんなところで何してるの？それは、本当は、マチちゃんと買い物に来る予定だったんだけど、マチちゃん、急に用事ができたから、結局、一人で買い物してるんだ。それで、その手に持っているのは？実は、すごく可愛い服を見つけたんだけど、ちょっと値段が高くて、買おうかどうか迷ってて。どうしようかな。買えなよ。その服が可愛いと思ったんでしょ？だったら、思い切って買っちゃいなよ。それ、あんたにすごく似合うだし、迷う必要なんてないじゃん。あんちゃん。そうだね。私、もっと可愛くなりたい。ありがとう、あんちゃん。おかげで勇気が持ってたよ。別に。思ったこと言っただけだし。それじゃあ私、そろそろ行くから。あ、待って、あんちゃん。え？何よ。実は他にも買おうかどうか迷っている服があって、よかったら私の買い物手伝ってくれない？は？なんで私がそんなこと。お願い。だってあんちゃんに似合うって言ってもらえると、すごく自信がつくから。あんちゃんはスタイルがいいし、美人だし、ちょっと、そんなに、おだてないでよ。うざいんだけど。お世辞じゃないよ。学校では、いつも真っ先に、あんちゃんのファッションをチェックしてたくらいだし。いつか、あんちゃんとファッションの話をしてみたいな、してみたいって思ってたの。そこまで言うなら、付き合ってあげなくてもいいけど。それで、ルイ、どの服が欲しいの？こっち来て。すごく可愛いの。いっぱい買っちゃった。さすがに買いすぎじゃ。っていうか、それ重くない？大丈夫だよ。ダイエットだと思えば平気。
あ、でも余計な筋肉がついたら嫌だな。あんた本当に女子にしか見えないよ。本当？嬉しい。ねえあんちゃん、また今度一緒にお買い物してくれる？一緒にお買い物してくれる？は？なんで私が？いいでしょ？今日はすっごく楽しかったし。そう？私は別に普通だったけど。まあ、また暇な時があればな。うん、ありがとう。それじゃあ私、これからバイトがあるから。ほんと、変なやつ。真的是傲娇安。傲娇代表人物。可以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 。那感谢大家收看今天的影片，就到这里结束啦。如果你喜欢我的影片的话，记得在底下按赞、留言、分享，并且订阅我哦。如果你想要看我玩或者是发现什么游戏的话呢，可以到 Facebook 去搜寻我的本专，禁止儿童的宠物私讯我哦。那我们下次再见啦，拜拜。